1000円で宅飲みメニューを作っていきたいと思います。シャオエッセンス、このままでも本当にいいんですけどね。それ言ったらもう何も始まんないですよ。どうしたの、これ裂けるチーズですね。全部一線的じゃないですか。こうやって一本ずつじゃなくて一品できることを知った。最終的に手なんですけどよっ、お弁当にもいいですよ。おつまみにはもちろんいいけど、あ、これお弁当に喜ばれるやつです。焼き色だけつければいいから、中までの火通り気になるようなことがあっても、そんなそこは気にしなくていいところですね。家飲みしてたら子供に持ってかれちゃうやつ。次いきます。揚げ。大葉厚揚げ。餅を使います。一応収納です。収納ステーキみたいにやっていきます。お酒を、ゆっくり蒸していきます。これをちょっと蒸している間に大根おろしもいっときます。大根おろしがちょっと甘いので少し大さじ3分の2ぐらい、醤油が大さじ1と2分の1、お酢も大さじ1と2分の1かな。もったいない、なんかサラダ作る的な感じ。ひしお、乾燥わかめ一つかみ、ちょっとつまみ小さじ1分の1。願わくばこのきゅうりの水分でわかめを戻す。鶏ガラの素少々、ごま油も、さじ1ずつ、味なじませてから、おつまみ完成。今日のメインいきます。油は揚げるように焼いていきます。だからちょっと油多いめなんですよね。次から、いや、これはうまい。
さじ1、大さじ1、酢も大さじ1、すりおろし小さじ1、好みでケチャップ、トースターでだいたい5分、めっちゃ美味しい。